俺がやる。ビビってる場合じゃねえ。サスケさんも俺を信じてくれた師匠を信じるんだ。今だボルト。やるしかねえってばさ。魔戦が、あいついつの間に。行けふん、隠れておれば良いものを。なんだ、届かないのか。こいつはお笑いだ。よもや届きもせんとはな。まあ安心しろ。貴様ら全員行くところは同じだ。鍵閉まりが解けた。父ちゃん、ボルト、お前いつの間に。螺旋丸を習得してくれば弟子入りを認める。俺がそう言った。そしてわずか数日でこいつはそれをものにした。得意なライトンを取り入れ、無意識にチャクラの性質を変化させた真術、消える螺旋丸としてな。へえ、消える螺旋丸だって。そんな術を俺が。サスケさん。生意気な野郎だ。自分でもどうやってんだか分かんねえけどな。まあ結果は上々だ。助かったぞボルト。なんだと。